サミュエル・ファンホー・ホストラーテンは、オランダ黄金時代のオランダ人画家。ファンホー・ホストラーテンの生誕地、死亡土地は共に、オランダのドルトレヒトである。当初は、父ディルク・ファンホー・ホストラーテンに絵画を学び、1640年の、父の死後に、アムステルダムのレンブラントの弟子となっている。ファンホー・ホストラーテンは、 レンブラント門下で短期間に頭角を現し、肖像画家として独り立ちした。1651年から、ウィーン、ローマ、ロンドンと、各都市を転々とした後に故郷であるドルトレヒトに、落ち着いた。ドルトレヒトで1656年に結婚しており、当地の造幣局長にも任命されている。現存している作品から、ファンホーホストラーテンが様々な年代の多種多様な、 作風の絵画を模倣し、自身の作品に取り入れていることがわかる。ウィーンのリヒテンシュタインコレクションが所蔵している1645年に描かれた肖像画は死であるレンブラントの作品からの模倣である。1652年に描かれたウィーンのホーフブルク宮殿を描いた作品はファンホーホストラーテンが建物を描く技術にも優れていたことを物語っている。 一方で、ハーグで描かれた、マウリッツ・ハイス美術館所蔵の、手紙を読む女性などは、ピーテル・デ・ホーホの模倣に過ぎない。窓から外を眺める、老人1653年、ウィーン美術史美術館、貧血症の女1667年頃、アムステルダム国立美術館窓越しに外を眺める、アゴひげを生やした老人を描いた、優れた、肖像が、 窓から外を眺める老人を描く1653年頃まで、このような他の画家からの模倣は続いた。窓から外を眺める老人は、現在ウィーン美術史美術館の所蔵で、ファンホーホストラーテン独自の画風が最もよく現れている作品の一つとなっている。その多彩晩年の作品として、1670年に描かれた。 マセースファン、デルブルックの肖像などが挙げられる。また、ファンホーホストラーテンは、覗きからくり箱の制作にも長けており、箱の穴から覗き込むと、オランダ民家のインテリアが、立体的に浮かび上がって見える、覗きからくり箱が残っている。ファンホーホストラーテンは、画家としてだけではなく、造幣局の仕事の合間に、書物の執筆も行っていた。その著書、 絵画芸術の高等画波入門は17世紀にオランダで出版された芸術関連の著作の中でも最も先進的な理論を展開する力作の一つに挙げられる。絵画の訴求力や作詞効果といった問題、画家の道徳率、絵画と哲学との関連性など様々な根弱の書物に言及した著作となっている。ファンホーホストラーテンの旅先、特に 南欧をはじめとする各国各都市での芸術体験を取り入れているだけでなく、当時のオランダ絵画業界での話題や議論も反映された論文である。ファンホーホストラーテンは、カレルバン・マンデルの芸術に関する著作、画家列伝の、いわば続編という位置づけで、絵画芸術の高等画派入門を書いた。そして、ファンホーホストラーテンの数多い弟子の一人である、アルノルト・ホーブラーケンが、 あとに、大劇場という芸術家たちの伝記を書いた。現在ファンホーホストラーテンに関して多くのことが伝わっているのは、この大劇場に、ホーブラー県が死のホーブラー県の詳細な伝記を残しているからである。その他に、ファンホーホストラーテンは、ソネットや悲劇も残しており、 レンブラントの言葉として現在まで伝わっているものの、中にはこれらの書物に由来しているものがある。また、エッチング作家でもあり、自身が50歳の時に制作した自画像などの同伴が現存している。ファンフォーホストラーテンの弟子には、実定のヤンファンフォーホストラーテン、アールト・デ・ヘルデル、コルネリス・ファン、デル・メーレン、ゴドフリート・スカルケンらがいる。ありがとうございます。